はい、皆さんこんにちは。今回で21回目になりました献血なんてどうですが、今日も前回に引き続き神奈川にやってきました。後ろに見えているのは江ノ島です。サーフィンやってる皆さんもいますね。もうちょっと寒くなってきましたけどね。本当は青い空青い海っていうのをまあ期待してたんですけれど、残念ながら曇りということで白い空と白い海になっちゃいました。まあここは気を取り直して行ってみたいと思います。実は僕はあんまり湘南って来たことなくてですね、だいぶ昔1回だけ鎌倉に来たんですけど、まあ、今回 JR の上野東京ラインで来ましたけど、まあ思いのほか上野から近いなという印象でした。我が家はあの海にあんまり近くないので、この波の音ってちょっと久しぶりに聞いたような気がしますね。ちょっと嬉しい。でも江ノ島には行かずにですね、目的は献血ということで湘南までやってきました。ということで今日のルームはですね、クロスウェーブ湘南藤沢献血ルームというところになります。ルームの名前に湘南藤沢とついていますので、ちょっとこう海をイメージしたようなルームかなということを期待しています。それでは早速行ってみましょう。無事347回目の献血が終わりました。今回残念ながらルーム内の撮影は NG ということで映像はありませんけれど、せっかくなのであの覚えてる範囲でですね、ちょっとご紹介しようかなというふうに思います。ルーム内の雰囲気ですが、まあ、あの残念ながら期待していたようなですね、海をイメージした、海をコンセプトにしたというようなディスプレイは特にありませんでした。まあ、至って何というのかな、こうスタンダードな献血ルームという感じでしょうか。まあ、あのスタンダードといっても献血やったことない方はあんまり分かんないかもしれませんけれど、普通に待合室があって、特にこう花瓶にデコレーションされたような飾りはなくて、まあ、ある意味事務的といえば事務的ですけれども、献血やるには特に何の支障もない、そんなルームだったかなという感じです。あ、ただあの飾りといえばですね、藤沢、まあ、湘南近いですので、今回このルームにも J リーグの湘南ベルマーレのチームフラッグとかユニフォームが展示してありました。これはちょっと J リーグ好きにはあのたまんないんじゃないかなというふうに思います。そんなに規模が大きいルームではありませんでしたから、まあ、ベッド数は全部で11床、全血が今ちょっと全血の量が足りないということで、通常2床体制から今は3床に増やしているというふうに伺いましたけれども、ですのでおおむね成分が8から9ベッド、全血が2から3ベッドでの運用ということのようです。ロッカーはですね、あの鍵をこう回すタイプではなくて、自分で番号をセッティングするタイプでしたので、あれちょっと嬉しいんですよ。鍵邪魔にならなくて済みますんでね、そこは少しポイント高いというふうに思います。それからこれ成分の人だけかもしれませんけれど、献血が終わった後に31アイスクリームの処遇品があるというのも少し嬉しいポイントでした。あのアイスはあの自分で好きな味選べますので、ちょっとポイント高いんですよね。献血が終わって少し喉が渇いている時にアイスを食べながらくつろぐ、これ献血ルームたまにアイスもらえるところあるんですけど、ちょっと嬉しいです。今回のこのクロスウェーブ湘南藤沢献血ルーム、結構街の中にあって駅からもだいぶ近い場所ですから、ぜひ藤沢の街に遊びに行った時、もしくは湘南の海に遊びに行った時、江ノ電の駅からも本当に近いです。歩いて1分半ぐらいかと思いますね。ぜひ一度寄って献血してみてはいかがでしょうか。ぜひ献血やってみたいなと思った方はいいねボタンをお願いします。また他のルームも紹介していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんも献血なんてどう？